炭十郎白猿さんと一緒に楽しいひととき。市川水仙さん、国立劇場にて時わず松の羽衣の天女披露、母からチューリップの花束。市川水仙さんが成田ブログに日本舞踊協会公演と題し投稿。こんばんは。昨日国立劇場にて時わず松の羽衣の天女を踊らせていただきました。お客様でにぎわっている劇場は本当に幸せで、改めて舞台に立たせていただけます喜びをかみしめました。またこれもご来場くださいました皆様、日頃から温かいお言葉をくださいます皆様、お一人お一人のお心のおかげと心より感謝いたします。精一杯務めさせていただきましても一回きりの舞台です。今日はあれこれと、東京は朝から雨、私も一緒にどんよりと自分なりの反省点だらけの一日となりました。母が何か感じ取ったのか、私の大好きなチューリップをたくさんプレゼントしてくれました。春が待ち遠しいですね。ありがとうございました。水仙。この投稿にファンからは、お舞台お疲れ様でした、一日限りだったのですね、いつか水仙様のお舞台拝見したいです、お母様からのプレゼントのチューリップとても素敵ですね、今日も素敵な一日をお過ごしくださいませ。久しぶりの水仙さんのブログ、好きですよ、お母様からのチューリップがとても元気になれますね、良い一日をお過ごしくださいね。お母様の娘を思う親心でチューリップですね。寒い日が続きますが、体に気をつけてね、などの多くのコメントが寄せられていました。ご視聴ありがとうございます。これからも團十郎白猿さん、ボタンさん、しんのすけさんとご一緒にささやかな楽しい時を過ごしたいと願います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。